当たれって言いながら打つと当たる気がします。本当？ちょっとやってみるわ。え、マジそれ？だけど確かに。次のサイン会いつですか？次のサイン会特に想定してないな。大阪か愛知でやりたいな。か街中歩く配信したい。スマホアプリでさ、棒読みちゃんの機能があるツイッチの配信アプリ出ないかな。ごめんか、そっちか。ナイス、でかすぎ。ナイス。なんかアプリ開発してもらおうかな。新しいゲーム令和の虎で金もらって作ろう。どんな機能欲しい？やるならスマホアプリじゃなくてパソコン連結させて読み上げさせて。この運転。おお、白田さん。危ない。あ、コメントをさ、こうやって見ながら話すの外歩くの危ないじゃんし。会話しながら話すの普通だからさ。で、カメラここにこうやってぶら下げて、iPhone こうやって。どんなハゲがだ。これで話したいよな。あ、ノーパソ背負ってやればよいんじゃい。それは絶対やだ。塀の中に入っても配信は続けてほしい。なんで塀の中に入る前提なんだよお前。オメスヨナスヨセ C でキャリアダウン。オーケー。ふぅー。でマウスブンブン振りたいんですけど、おすすめあります？何してんだ。あーマイカー80そして好きでプラチナいるわけじゃないけど、あ、やばい、ナイス。ナイス。いやー落ち着いてんなフェイロ。ここオーバーピーカーだいぶ落ち着いてる。あーマジか、なんかミスった。なんかようわからんことしちゃった。やっぱ打ち合いに行くときは真ん中だけ見ないとダメだな。なんか今めちゃめちゃ右見ちゃってた。ほんとそれ。え、ちょっと今度買ってくるわ。ほんと？ちょっとやってみるわ。え、マジそれ？だけど確かに、エイムってさ、要するに集中力だから、なんか打つ瞬間に、もう全身で系を使ってるっていうのを、心に言わせることによって、当たる説はガチであるかもしれない。マジだよ。こないだ、ケンキさんのオートパソコンのなんかどこで発信してました？Twitter？ 今夜カブスで言ってほんまのようになるの？大企業さんがダイソーの安いって言って、当たれ！ほとと！動画から来ました。それはし、ケンキさんは他の人の動画にない。当たる！わらわら。当たる！本当だ、当たるわ。え、マジで当たるわ。ガチで当たった。これガチかもしんない、これマジで。これマジかもしんない。これ本当です、これ。これワザップだよ。あ、確かにな。あ、当たれー！よし、よし。当たれ！あー、右だ！大丈夫。当たる、マジで。確かに卓球の人だから、あれ打つときにハーンって言うんだ。卓球理論と呼ぼう、これ。してない。確かにテニスもそうだよな。卓球なハーンって言いながらね、テニスの人はね、あーハーンって言うの。ハーンハーンって言うの。確かに、ボクシングのシュって意味わかんねえよな。シュっていうイメージ、打ってるってイメージでシュッシュって言ってるのがあれ、どんなんだろうね、マジで。ああ、そういうことか。絶対違う。多分、小学生のデクシュとは多分違う。デッシュ。ホッとするときにもエッサホイサよね。ホッとするときエッサホイサ言ってるやつ一人しか知らねえわ。ボクシングは空手から狂ったらお腹固くなるから。あ、そういうことか。パンチ必ずするときってさ、ボクシングって、もう片方の手は必ずこう、こっちはこうグッと肩を上げて打って、で、こっちはこうやって上げんだよね、必ずこうやって。で、これでこの肩とこっちでガードするんだけど、ここをガードすることによって、ここ腹筋がすごい開くから、これをガードするのにここは固くしてくとね、シュッて言ってここは固くしてんだ。カウンター食らわないように。あ、なるほどな。俺らもここぞという肝心な時に打っていってるしな。なんで未経験なのにそんなに解説できるんですか？エアプです。合ってます。合ってる？よかった。エアプが言ってます。ボクシングで
じゃあ剣道のやーって何？剣道のやーは、俺剣道やってたから教えてもらったけど、あれはガチ威嚇だよ。一応言うと、あれは本当に威嚇。ガチでただの威嚇でさ、本当に嫌だからやーって叫んでるんだよ。だってさ、目の前でさ、やーって言ってる人がこういうのつけてこうやってたらさ、ちょっと引くもん。威嚇なんだ。実際。声出すの調べたら必要以上に力が入らないようにって書いてたぞ。威嚇だよ。俺は威嚇って習った。リスナーと喋ってる時の音声もパーティの方に聞こえてるんですから。これは本当だけど多分本当だよ。なんか打ち上げ花火と。どうでも威嚇しとけば良さそうじゃないですか。疲れるためにやってんの。打ち上げ花火だな。出たら勝ちなのか。じゃあもっと変なことがあってビビるな。ナイス。女も剣道のと聞こえ出すの。女性の剣道の威嚇が一番怖いよ。キーって言うから。マジでマジで男性はあーみたいな感じだけど、女性はキーって言うから怖い。マジでこれガチだよ。これ冗談じゃなくて、声聞いて興奮してるやついそう。サイバイマンじゃん。あれ対面するとマジで萎縮するし、こっちも出さないとケオされる。きれい。かわいい。最悪終わった。怖い。剣先からビームでそう。終わった。フリーザヤン右目ぐらくさ。はい、終わった。終わった。終わりました。終わりました。終わりました。やべえことした、やべえことした、今やべえことした、やべえこと2回しました。とんでもないこと起こってました。今声出さないからか。各部活の声で一番バロラントに適してる声何か調べるか。実際問題、スポーツでさ声出したらさ当たるってことは、これ多分ね、あのゲームでも絶対同じはずなのよ多分。いろいろ試してみるのありかもしれない。調べて論文出そう。何がいいんだろうな。変なところでスポーツとしての共通点見出すな。サッカーってね、あんまり声かけ声ないんだよな。格闘技以外あんまりかけ声ってないかも、意外と。サッカーはマイボ、マイボ、とファールやロとフェンスオブガヤ。確かにサッカーはマイボ、マイボと、フェンスオブガヤ。ファールやろは確かにな。なんならサッカーの時、まだファールやろあと、マイボ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 と、オフ、オフ、オフが一番集中してまいらんな。オフで行くか、じゃあ。マイボの言い方の妙なうざさ。相手にファールされて、この言い慣れ、言ってたな。いや、まあ俺サッカー部だからね。言ってたよ。じゃあ行くわ、行くわ。サッカー部で行きます。オフオフ。あ、オッケー。オフな、微妙だな。なんかあんまり刺さないな。クッとくるもんじゃないな。クッとこないね。オフオフ。なんかオフサイドなんだよ。ハンマー投げの掛け声は試合出たことあるですか。試合出たことぐらいあるわ、そりゃ。左サイドフラッグマンのくせに。オフオフオフ。まあ、ガガもオフは微妙やな。なんかオフはちょっとなんか若干力抜けるな。オフは微妙かもしれない。クッとならへんな。オフオフオフってかこう、オフオフオフってこう、なんつうの。こう、力抜ける。なんかないの他。他なんかない。意外と叫ぶスポーツないんだね。ね。だから多分あんま叫ばない方がいいわ。じゃあ、ほな叫ばない方がいいです。サイトジェット、サイトなんか。メモリー。あ、チェンバーを貼る情報なんもない。OK! ナイス。ナイス。ナイスです。うわっ！まあ、ここ乗ってくるよな。あー、行き、行き。撃てるんじゃ。いや、えぐい。それはえぐい。え、ま、どん最近元気が多く配信が。あー下手くそすぎたけど。高田武史伝説の改編じゃね。確かにさ、お逃げてもわー危ない。ビビったこれ敵だ。ズンダモンから来ました。ロダフレーム。そう、注意。元気、片岡鶴太郎は無名。ハッハフ。枕は低反発派。低反発派。来年大学行くけど自己紹介で聞く。カズー強いません、褒めたさ。長男のハゲって言ったやつ出てこえな。わらわら。正気おかしくない。なんか誰かが正気捨てて。正気を吸う気。誰かが私のスパゲッティを触ったってなんだろうね。森のリトルギャング。下ネタじゃないのに面白いのがいいな、これ。あの、女性芸能人じゃない、女性芸人で一番好きなのさ、イモトが一番好きなんですよ。イモトって最近何してんだ？あ、そうなんだ。ああ、復帰したんだ。シーターか、なんか、徒競走するやつめちゃくちゃ好きなんだけど、俺。勝てるわけないのにめっちゃ頑張って走ってるの、めっちゃ面白かった。ね。ね、しょろかったな。可愛らしい AD さんと戦うやつもめちゃくちゃ好き。あとやっぱ加納栄光さんの RPG 打つ動画ね。
めっちゃおもろい。カノメイコさん、RPG 打つのがマジ好き。あのリアクションマジでおもろい。カリモシデタカは何しても面白い。ノリバーじゃなくてガチの役名。ヒデタカさんのドラえもんの、はい、どうぞ。あ、みんなだ。カリモシデタカは、中国の殺人が何をされても、リアルタイムで見てたナイス。はい、はい。カリモシデタカ。そのセリフもらっていいですか？あ、どうぞどうぞ。これでよければ。大読みちゃんがカノエイコをカリモシデタカ。これめっちゃ好きなんですよ。あ、マジですか？珍しいですね。怖いから壊れてイスになったのか。特殊性癖ミニマシンじゃわら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 。カルトタイムカルトタイムわー、うぜー、それやってろよ、わらわら。人によっては今の発言でトロール始められても仕方ないぞ。ミニマハアレスがダントツでうえい。え、おまあれだけ録音で再現できるよ。スーパーで再現できる。スーパーは無理だろ。それ言い過ぎだ。スーパーは二次元だから。ミニマ信者はガチ。電子の前髪のミニマ。うまい、うますぎー、ナイスキャリー。全然釣られてなかったしな。ナイスです。ありがとうございました。ありがとうございました。